神経症の一つなんだって。天神病ってこれ個性だから、うん、なんだよお前あれ柔らかくよく見る中も液体みたいなのが中なんかようわからんもので持ってるんだな、うん、なんだあれ細い細い細い糸で俺とうおちょっとやめてほしい。イモムシ、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 俺はイモムシだけはダメなんだ。俺イモムシは俺は、ね、触りたくない。嫌い嫌い。これね、あのね、実はね、これね、俺いろいろね、自分でも調べてみたらね、こういうのが嫌いだって、要するに神経症の一つなんだって。神経症っていうのは、要するに、まあ、簡単に光るだけ言うと、精神病の一種なんだよ。うん、だから、要するに治療すれば治るものなんだよ。だから、これ心療内科に行って、治療すれば治るものらしいんだよ、犬の神経って。で、俺考えた。じゃあ俺これ病気なんだったら治した方がいいのかなって言ってよく考えると、これ治してまで触りてるもんじゃねえなって医者に行くのやめた。でね、結局ね、人間ってね、みんなね、これ精神病でね、精神病、うん、精神病人だ、みんなこれ精神病でね、いろいろに悩んでる人とかいろいろいるかもわかんないけど、精神病ってこれ個性だから、そんなに気にして治すもんじゃないと思うよ俺。うん、人間って精神病の蓄積で、ね、構築されている生き物だから、だから私はこれが嫌だ、これが嫌い、これが大好き、これ全部そういうふうに刷り込まれていって全部精神こう、ね、構築されていくんです。だからイモムシが嫌いもそうだし、誰か触って触るのちょっと抵抗あるなってのもそうだし、誰かが、口つけたもの食べたくないってのもそうだし、誰か特定の人、お父さんのパンツ嗅ぎたくないってのもそうだし、そこら辺の全部ね、その人のキャラクターだから、うん、全部がこの治療して治さなきゃいけないわけじゃないよ、精神病って、うん、だから本当に生きていくのに支障が出るっていうものはね、治す必要あるかもしれないけど、精神病に人間になるようにできてますから、っていうかそうやってね、精神構築されてくるんで、これわざわざね、気にして悩む必要はないっていう、だからもっと前向きに生きてた方がいいと思う。ということで俺は犬虫嫌いなまま生涯行く。イモムシはどういうことだったの？いや、イモムシは柔らかそうなとこだよ、うん、なんだよお前あれ柔らかそう。よーく見ると中も液体みたいなのが中であっち行ったりこっち行ったり見てんじゃねえかあれなんだよあれちょっとお深めはあれな、苦手なものがあるの、うん、あと、イモ足、イモ足、こんなようなというか、こう前足はこういう手でこうくっつくかいく、後ろの足ともなんとも言えない、イボのようなんかようわからんもので持っているんだな、後ろなんだあれなんだあれ、まあ、それをちょっと嫌だな俺、それなんかしないけど、あいつらが毒となんかしない糸でちょっと細い糸で俺となんかが繋がったりして、うおちょっとやめてほしいじゃあカブトムシの幼虫とかはどうなんですか？全然平気だよ。全然平気だよ。可愛いじゃないかよ。臨種類の幼虫じゃなきゃ全然大丈夫。ミミズも大好きだし。ミミズ俺シーボルトミミズ欲しいんで、誰か取って送ってくれよ。1000円で買うからよ。シーボルトミミズ。周りの土ごとね、送ってる。なるほど。捕獲した周りの土ごと一緒に送ってほしい。シーボルトミミズ。ここら辺シーボルトミミズ取れないんだわ、うん、欲しいよ、なんとか頼むよ、1000円買うからさ俺1000円で買うから100人ぐらい送ってきたら2、3匹でいい。ちなみにイモムシ嫌いって言ってるんですけど、うん、ガも嫌いなんですか？ガは大好きなんだわ俺、ガの表もいっぱい持ってる、ガは大好き、めちゃくちゃ大好きだわ俺が。蝶々は？蝶々？嫌いじゃないよ、うん、嫌いじゃないけどもガのが好き、ガかっこいいからさ、かっこいいし、あれだってさ、西洋の妖精ってあれ、ガだろ、あれは妖精って、あれ要するに、うん、蝶じゃないんですか？蝶じゃないでしょ、ガでしょ、あれは可愛いじゃない、ガは可愛いけど、幼虫はちょっとね、うお一番嫌いな幼虫とかいるんですか？この虫の幼虫一番嫌だ、俺がちょっと恐れてるの、はい、俺が恐れてるのはやっぱりスズメガの仲間の幼虫はちょっと恐ろしい。スズメガの仲間はちょっと恐ろしい、いろいろスズメとかエビガとか、そこら辺はちょっと恐ろしいね。てかスズメガの幼虫は大体恐ろしいよ、
なんで後ろから変なものピンと出ちゃってやる。あれがさ、ちょっとなんかあれがあんまり硬かったりするんだよ。なんだよあれ。